はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、楽天エディにセブン銀行 ATM ーから5000円チャージで1000円分の楽天エディが抽選でもらえる。外れても山分けということで、今回はシャリーンの効果音でおなじみの楽天エディのキャンペーンについてですね、まあ、僕の動画ではほとんど取り上げることのない楽天エディなんですけども、普段から楽天エディを利用されている方、もしくは今後利用されることを検討されている方はですね、今回のキャンペーン参加してみる価値はかなりあるかなと思いますので、その理由も含めてサクッとお伝えし

ということで、今回紹介させていただくキャンペーンこちらですね。期間中にセブン銀行 ATM から楽天エディに累計5000円以上チャージすることによって、1万名様に1000円分のエディをプレゼントというキャンペーンですね。まあ少し前もね、交通系電子マネーのキャンペーンがあったんですけども、今回はその楽天エディバージョンという感じですかね。で、しかも今回のキャンペーンですね、外れても1000万円分の楽天エディが山分けされるっていう感じなので、まあ外れてもちょっとだけ得するっていう感じなんですよね。で、しかも初めて でチャージをされる方に関しては当選確率が2倍になるのでまだちょっとエディ利用するのをどうしようかなって思ってる方は結構絶好のタイミングかなと思いますしかも期間がですねちょっと短くて3月の1日から3月14日までの約2週間ほどのキャンペーンとなっておりますんでもうすでに始まってますんでトライされる方はですねサクッと参加してみるのもいいと思いますで先ほどちょっと冒頭でもお伝えしたようにこのキャンペーンはどんな人に向いてるのかっていうとこなんですけどもまあ2通りありましてまずは普段からねエディを利用されてる方 これに関してはね、ま、あいろんなチャージ方法あると思うんですけども、まあ、セブン銀行 ATM からチャージされてる方はですね、まとめてま、5000円以上チャージをすれば自動的に参加することができるんで、今回のキャンペーン結構参加しやすいのかなと思います。で、もう一つが、今後エディを利用される予定のある方ですね。ま、あそういった方は今回のキャンペーンで、 まあ、抽選にはなるんですけども、まあ、ついでに参加する程度でいいのかなというふうに思います。なので、この2通り以外の、例えば、普段からエリーをもうほとんど使わない方ですね。そういった方は、まあ、抽選のキャンペーンにはなるので、無理に参加する必要はないかなと思います。ちなみに僕もその一人ですね。もう普段からエリーはもう使うことがないんですけども、むしろまだ使ったことがないです。で、ちょっとですね、このキャンペーンの詳細見ていこうと思うんですが、これがキャンペーンのページなんですけども、先ほどお伝えしたところですね。で、キャンペーンの内容はね、先ほどお伝えした内容となっておりまして、 ずれた方でもまあ一応エディの山分けプレゼントがあるとでエントリーなんですけども特にありませんのでとりあえずチャージをすればオッケーみたいな感じですでチャージ期間がこの期間と1日から14日までの間で対象の楽天エディなんですけども全ての楽天エディとなります エディカードであったりとか、お財布携帯、エディのグッズなど、それぞれが対象と。一応例えも出ております。こんな感じですね。エディっていろんな種類があるんですね。僕全然知らなかったんですけども、エディのポイントカードとか、エディ付きのクレジットカード。僕はちなみにこれですね。お財布携帯、楽天エディのアプリ、エディカード、エディグッズ。で、スーパーマーケットのエディカード。これもたまに見かけますね。あとこれ知らなかったんですけども、社員証学生証付き、エディ、腕時計型エディってこういったのもあるんですね。 まあこういったのが今回対象と。なのでね、ここにも出てるようなこういった4種類のエディのマーク、こういったのが付いてればとりあえず対象という感じですね。で、チャージ方法なんですけども、まあちょっと冒頭にね、映像流れたと思うんですが、後ほどちょっと僕の方で実践をしてみたいと思います。で、参加条件はセムン銀コーエーティムで累計5000以上のチャージと。で、先ほどの抽選なんですけども、1万名様に1000円分のエディということで、で、外れた方にも漏れなく1000万円分のエディを山分けプレゼントということで、 この山分けなんですけども、山分けプレゼントの上限はお一人様500円分のエディとさせていただきますということですので、まあ、これがこれで当たったとしても結構嬉しいかなと思います。で、あと、ま、ここがどうなるか分かんないんですけども、対象者が1000万人を超えた場合はお一人様1円分のエディの付与とさせていただきますということで、まあ、実際にエディのことについては僕全然詳しくはないんですけども、まあ、これぐらいのユーザーがすでにいれば、お一人様1円分のエディってなる可能性はあるかもしれないんですけども、まあ、そんなにいるのかなというふうに 思っちゃうので今のこの時代なんちゃらペイとか交通系電子マネーもあったりするのでなので外れてもねこれぐらい当たれば結構お得かなと思いますねで得点種別ということでこのエディギフトとしてもらえるみたいですね まあ、エディ特有の特典はお客様ご自身で受け取りを行っていただく必要がありますのでご注意くださいということで、まあね、自動的に付与されるわけではないので、ここはちょっと注意が必要かなと思います。しかも、特典付与の際に別途ご連絡いたしませんので、あらかじめご了承のほどお願いいたしますと。なのでね、ちゃんと付与されるかどうかちょっと気をつけないといけないですね。で、特典の付与日っていうのがこの3月31日水曜日なので、まとりあえず今のうちにチャージをしたら、この日に付与されるかもしれないっていうのを、カレンダーとかスケジュール帳にメモしておく ことがおすすめかなと思います。 で、もし入ってなかったら、ああ、外れたんだなとか、まあそういった感覚でいるぐらいがちょうどいいかなと。で、特典の受け取り期間なんですけども、これはまあまあまあ、猶予があるっぽいですね。とりあえず31日付与されてから4月の30日までということですので、31日間ということですね。まあとりあえずで付与されたら、もう早く受け取るぐらいが一番いいかなと思います。で、もし受け取りされなかった場合に関しては、その受け取る権利を放棄したものとして扱われるらしいので、もうとりあえず付与された場合はもう早く受け取っちゃうのが一番いいかなと思います。で僕 自身はこちらの楽天カード楽天ゴールドカードを持ってるんですがまあ、こちらの楽天 AD の機能もねしっかりとついてるので今回はまあ、初めてですねセブン銀行 ATM を使ってチャージをしてきましたのでちょっとそちらをご覧になっていただければと思いますどうぞ ということで、実際にチャージをした映像でございました。まあ、今回ね、初めてチャージをしたと言いながら、残高がなんと5500円なんですよね。おそらく、この500円は、楽天ゴールドカード カードに切り替えた時かもしくは楽天カード作った時に付与された500円かなと思うので、まあ、これが初めてのチャージに該当するかどうかわかんないんですけどもとりあえず今回はね人生で初めて楽天エディにチャージをしましたなのでねあとはとりあえず当たったらラッキーかなという感じで待ちたいと思いますであとここすごい注意点なんですけどももしですねまあ楽天ゴールドカードの楽天エディにチャージをする場合ちょっと注意点がありますまあ正直ね楽天ゴールドカードのエディを使ってるのって多分世界中で多分僕一 だけかもしれないんですけども実際にどういったところが注意点なのかっていうのを公式ページを見ながらですね見ていただきたいと思うんですがそれがこちらなんですけども楽天ゴールドカードから楽天カードへの切り替えということでまぁ、あ、ちょっと前のねこちらの動画でもお伝えをしていたんですがまあ、楽天ゴールドカードがねまぁ、あ、結構ね規約が変わるということで僕はその時の動画で楽天ゴールドカードから楽天カードへの切り替えを動画で解説をしましたなのでこの切り替えをするにことによって大事なことがあるんですけども今回そ 楽天エディについてですね。それがこちら、楽天エディについてということで、楽天エディ機能が付帯しているカードは残高を使い切ってからの破棄をお願いいたします。もしくは専用機器、楽天エディリーダーや楽天エディアプリなどを使って新しいカードへ移行が可能ですということですので、もしね、今回僕みたいに楽天ゴールドカードから通常の楽天カードに切り替える場合は、こういったことがまあ大事になってくるのかなと思います。まあ、さっきも言ったように、おそらくね、楽天カードのエディを使っている方ってそんなに多い かかかどうかちょっとわんんないんで、すすすけどももし該当される方ははででねここが注意点かなと僕は思いますで初めて知ったんですけども、一応残高移行サービスって色々あるらしくて、公式ページにも出てるんですけども、いずれかの方法でお手続きいただけますということで、楽天エディリーダーっていうのがあるらしくて、こういったものとか、あと楽天エディのアプリ、そしてファミポート、ファミリーマートのファミポートを使っての手続きもできるみたいです。ですけども、この楽天エディアプリに関しては、基本的には android しか使えないので、iPhone の方は正直このファミポートを使っての手 続きが必要ととななるかなと思います一応やり方についてはね、公式ページにしっかりと詳細が出ておりますので、 もし、楽天ゴールドカードから楽天カードに切り替えた場合は、こういった方法でエディの移行ができるみたいなので、まあぜひね、試される方は試してみてもいいのかなと思います。まあ僕も正直ね、使い切れるかどうかちょっと難しいとこではあるので、おそらくこの方法を使って移行しようかなと思ってます。で、もしタイミングがあればね、そういった方法もちょっと動画にしようかなというふうに検討してますので、まあもしね、切り替える方は事前にチェックをしておくのもいいのかなというふうに思います。 まあそんなこんなで今回は期間中にセブン銀行 ATM から楽天エディに累計5000円以上チャージすることによって1万名様に1000円分のエディをプレゼントされるっていうキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあねだいたい僕ってこういう抽選のキャンペーンって全然縁がないんですけどもちょっと前に動画で紹介をさせていただいたあの交通系電子マネーに確か7000以上チャージした時に1000円分の現金が当たるっていうキャンペーンがあったんですけども確か2万名 2,000円分プレゼントだったような気がするんですけどもそれがね奇跡的に当たったっていう経験もあったのでまあ今回も調子に乗って参加をしてみたので まあ、あとはね、当たることを祈るばかりかなというふうに思っております。で、先ほどもお伝えしたように、このキャンペーン自体は抽選のキャンペーンとなってますんで、無理に参加する必要はないので、ご安心ください。とりあえずね、普段から楽天エディを使ったりとか、今後エディを利用されようかなっていう、まあ、エディを利用しようかなというふうに思ってる方向けかなと思いますんで、そういった方はぜひね、参加する価値は僕はあるかなと思いますんで、ぜひこのキャンペーンの詳細気になる方は概要欄チェックしてみていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。